桃山五両前駅は京都府京都市伏見区間のんじ町にある近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は B08。改札口ホーム相対式2面2線のホームを持つ高架駅。ホーム有校長は6両。改札、コンコースは1階、ホームは2階にある。改札口は1カ所のみで大手筋に面している。開業時から高架駅であった。 桃山五稜山道との平面交差を京都府から変更を求められたため、当初は地下線とする予定であった。地下水脈を断つとして、伏見酒造組合が反対を示し、伏見町長名での道内用の陳情書も出された。それを重く見た府から対策を求められた結果、奈良県側が折れ、町内は高価となった。 駅の北側には1945年から1968年まで実施された京阪本線との相互乗り入れに使用された線路の跡がわずかに残っている。1970年代まではその先の築堤や道路をまたいでいたプレートガーターも残存していたが宅地開発のため撤去された。京都駅管理の友人駅でピタパイ効果対応の自動改札機及び 自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。駅から徒歩3分の国道24号沿いにある、京都市営バス、五光宮前、近鉄バス、桃山停留所がある。かつては駅前に、バス乗り場があり、京阪宇治交通と、近鉄バスの路線が乗り入れていた。当駅近鉄丹波橋の駅間距離は500メートルしか、 なく、近鉄京都線では、最も短い。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道、に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、12から13ページ。ISBN 978から4から02から34万133から4。 平成十九年四月一日から、近鉄主要路線で、IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道、http www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r d 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 二零一六年二月二十三日閲覧 ?ab 駅の情報桃山五両前、近畿日本鉄道、2020年8月23日閲覧、駅物上工事人員京都線近畿日本鉄道、ありがとうございます。